TBS、情報セブンデイズニュースキャスターが9日放送され、安住紳一郎アナウンサーが、ジャニーズ事務所の性加害問題について、マスコミ側の責任についての反省を語った。BBC がこう、ジャニー北川氏の性加害についてドキュメンタリーを放送したのが3月18日。情報、で初めて取り上げたのが4月22日。安住アナは、私の感覚では、 放送するのが2週遅かった気がします。4月8日15日にも放送するチャンスがあったと思います。これは三谷さんも今週放送しないんですかと打ち合わせで話したと思います。と同じくレギュラーの三谷幸喜氏が打ち合わせの場で放送しないんですかと聞いていたことを明かした。その時点で放送しなかったことについて アンジュアナは、性加害があったことを事務所が認めておらず、自分たちが取材している問題でもないので、これは取り扱いに注意が必要という判断、だったと説明。それは大手芸能事務所に対する忖度ではないか、とのご指摘があると思います。その側面は十分にあると思います、と自戒を込めた。また、例え話として、私自身、 簡単なインタビューでも、そのことは聞かないでほしい、あのことは触れないでほしい、と事前に言われることもあり、もしその約束を守らなければ、次からはこちらの依頼に応えてくれない、そういう損得感情で仕事をしている部分はあります。でもこれは嫌われても聞かなければ、というときは考えてそういう手段を取る。今回はまさにそのケースに当たるのに、私を含めて放送局で働く人間たちが、 事の重大さを分かっていなかったということなんだと思います。と反省を口にした。